昔前の結婚披露宴の料理には、お頭付きの鯛の焼き物がありました。これは、縁起物で、その場では手をつけず、お土産として持ち帰りるす家族にもお裾分けしてお祝いを喜びました。武家社会の江戸では、法事や寄り合いの会席でも、武家は、そんなに食べずに持ち帰りが普通だったそうです。当然、汁気は、少なく日持ちする調理法になります。また、今みたいに、出先で、飲食店などなく現場に行く場合、弁当持参は当たり前です。では、どうぞ。新幹線で駅弁を食べまくる米国人のビデオが話題になっていました。世界中を食べ歩いている米国人のマイクさんが、今度は東京駅で買った駅弁の大量試食に挑戦しています。そんなビデオに、海外からは多くの絶賛の声が寄せられていました。カプセルホテル。今回のはもっと小さい。平所恐怖症になるかと思ったけど、結構快適だよ。他人の出入りする音が聞こえるけど、それ以外は快適だった。ウェンディーズを食べたいと思ったことはないけど、これをディナーにしたくなった。独特だよ。ソースもいろいろある。照り焼きバーガー、バター醤油味のポテト。今日は、東京から、新幹線で福岡に行く。駅弁が楽しみ。駅弁屋祭りは、東京駅で一番有名な弁当屋なんだ。5時間分だから、悪口は言わないでね。この女性たちが、7分で新幹線を掃除するんだと思う。大変な仕事だよね。消費期限が書いてある。17時までに食べないと。和牛の弁当。こりゃうまい。柔らかくないけど、焼けて硬くなってる感じ。すごく香ばしい味がする。甘みがある。ごまの香りがいいね。焼きたてみたい。でも、味が濃いから、ご飯も全部食べられるよ。カニが入ってるね。これは苦手だ。ご飯に漬物が入ってるみたいで、甘酸っぱい味がする。カニは美味しいけどね。梅っぽい味がある。昆布と醤油で改善してみよう。やっぱり、梅の味が強烈すぎる。カンフーパンダみたい。一番キュートだね。もし、彼女が、ブロッコリーを弁当に入れてたら、それは、俺を嫌ってるって証拠だ。豚肉のハンバーグ。西洋とアジアのフュージョンに失敗したみたいな味。コーンマヨとペンネパスタが一番美味しいという事態に。可愛い系弁当は避けた方がいいよ。イクラは一番期待してた。魚の爆弾みたいで、口の中で弾けて、ご飯に味がつくんだけど、それがよく合う。どの具もすごく風味がある。はっきりした魚の味が美味しい。これは大好物だ。今日食べたものでは、和牛が圧倒的に一番美味しかった。その次が魚の卵だね。5時間後には全部食べ終わるだろう。このホテルに泊まる。150ドルだから安いね。マッサージチェアのあるホテルなんて初めてだよ。海外の反応。くんは弁当選びが下手だね W。まだまだ弁当素人だな。パンダのお弁当がキュートすぎる。あのピンクのバッグが欲しい。キルトにしたら、すごくキュートだろうな。日本のパッケージって最高だよね。お弁当箱で、食べ物が美味しそうに見えるだけじゃなくて、再利用もできるから。駅弁を食べてる YouTuber は他にも見たけど、君ほど食べてる人は他にいなかったよ。確かに、梅干しは、慣れが必要な味だよ。だから、駅弁は、見慣れたものしか食べないようにしてる。とんかつか照り焼きにすれば間違いはないよ。韓国人として言いたいことがある。どうして生魚を食べないの？韓国焼肉は超美味しいし、四川料理も最高だけど、日本には世界一新鮮なシーフードがあるのに。魚臭くさえないよ。日本のウェンディーズは夢みたい。あのソースを全部真上に向けて放置したら、大変なことになるな。トイレのシートが自動的に開いてるのに、トイレだね、で終わりかい。4番ポットって、棺桶で眠るような感じに見える。フィフスエレメントって映画を思い出す。
ここはいびきが大きな問題なんだよ。今度日本に行くときは JR パスを買いなよ。7日間全国どこでも新幹線と地下鉄が270ドルだけだから。ちょっと前に帰ってきたばかりだけど、本当に値段の価値があったよ。今福岡にいるの？だったら日本一素晴らしい温泉がある別府まで行くといいかも。小さな町だけど日本の温泉県として知られてる。ここに住んでるから必要なら手助けできるよ。聞きたかったんだけど、ジャッキーチェンの身内なの？あなたが福岡を見て回るのが楽しみ。夫と二人で最近越してきたから、あなたがどこに行くのか見るのは最高だよ。福岡ではやっぱラーメンを食べないとね。コンビニで弁当が売れるのは各家族共稼ぎが理由で、家では炊事の時間が割愛されたからでないでしょうか。